川越市立吉野中学校は、埼玉県川越市にある公立中学校。名老友情吉野中学校が開校して間もなく、生徒の中から交渉を制定しようという声が起こり、全校生徒から図柄を募集したところ、第2回生、利根川ふみ子の作品が当選。辞典の関根初雄の作品を加味して、マニタナオ京都が修正する。左右に米どころを表彰する稲をあしらい。 中央に、吉野中の文字を浮き彫りにしている。外の屋田は、田島、伊佐沼、鴨田、石田本郷、矢中、須賀間、鹿街、老袋の八地域の団結を示している。作詞、高木栄一、作曲、手戸コンミで、二人とも、同行共有である。二丁長1967年11月3日、開校20周年記念式典において、 作曲者自身のピアノ伴奏で制定披露される。ただしこの歌は、もともと、高木、テドコン両名によって、野球部の県大会出場を記念して、制作、使用されていた、応援歌の詩と旋律を、効果にそのまま流用したものであり、作曲者のツデー君はこの効果を、あくまでも仮の暫定的なものと認識していた。そのため、制作された曲は旋律のみで、 津デ君在任中、校歌の伴奏はすべて自身による即興で行われた。2004年4月まで使用されていた伴奏は、後の音楽家教員によって伴奏編曲されたものと思われる。このことは、津デ君自身が公認の音楽家教員には、戦立不死化引き継ぎを行わなかった伴奏夫自体、制作しなかったと伴奏夫の自身による制作を、 明確に否定していることからも明らかである。なお、現行のピアノ伴奏譜は2004年4月に赴任した同行の音楽家教員元山晴屋によって新たに編曲されたものである。また、理由は不明だがいつ頃からか、儀式的行事などの場では2番までしか歌われない観光になっていたが、2006年度の離任式以降は本来の3番までが、 きちんと成唱される形に戻されて、現在に至っている。無伴奏だった作詞、藤本正夫、作曲、手どこみで、上記の通り従来の応援歌が、効果に移行されたため、新しく制作された。現在では全く歌われることはないが、学校に保管されている古い学校洋欄や、録音テープで、その存在を知ることができる。また、津デ君は在任当時、 各クラス担任からの依頼に応じて、学級歌も作曲しており、これらの学級歌もクラス対抗の行事時、応援歌として歌われていたと思われる。昭和30年4月、吉野村が川越市に編入合併され、川越市立吉野中学校となるに伴い、記念になるものを残そうと、当時の村長、村議らの特使によって、南入口、西入口に門が構築される。 西通陽門は昭和49年3月改造され現在に至る。桜と金木星で第8代校長田中義氏によって制定される。校庭の桜は開校記念に植樹されたものと PTA 制服会長の梅原清沢田松次、細田悦子,子が昭和51年5月に捕食したものがあり、吉野桜として親しまれている。また、金木は 昭和52年度、PTA 制服会長の梅原清関根渡、る、大島富子の3名が退任記念として植樹したものである。吉野中学校の演隔誌や学校要欄など、公式的な資料には、開校20周年にあたり、ブラスバンド編成とあるが、実際にブラスバンドの演奏が行われたのは、開校20周年記念式典で演奏された。 君が世の一回だけだったという事実は意外と知られていない。同式典にあたり、約50万円の費用をかけて楽器等の購入がなされ、音楽部位をもって旧五らへのブラスバンドを編成したのだが、その後、部活動や必修クラブなどで活動が継続されることはなかった。また、学校行事などで臨時にブラスバンドが編成、演奏されることもついになかった。 購入された楽器は後に合唱部の活動内容を変更した器楽部内で行われた小編成の器楽合奏などで使われることになる。ありがとうございます。